こんにちは。今日のリーチャンネルはブラジルにいるリーさんとつないでます。なぜリーさんがブラジルにいるのか、この番組の視聴者の方は皆さんご存知のように、あんまりリーさんブラジルが好きじゃないんですね。で、久しぶりのブラジルで何を感じたのか。で、さらに特別ゲスト、まあ、さらになぜかなぜか、元日本代表で J3 の SC 相模原ファウンダーの望月重良さんも一緒にいるということ。なぜここに2人がいるのかも含めて、ちょっと突っ込みどころ満載ですけど、ちょっと何からリーさん聞いていきましょうか。すみません。僕はブラジルが嫌いなわけじゃありません。あ、そうですか。また喧嘩売られてるみたいで困るんですけど。望月さんとまずリーさんの関係っていうのが、まず皆さん、視聴者の方は分からないと思うんですけど、ここの2人は、古いですよね。古いです。望月さんが高校時代に、静岡県選抜で、高校1年の時に静岡県選抜に入って、その時に初めて話をしたんですね。それは大滝先生が、ちょっとも、あの、重吉に話してやってくれっていうところがまず最初のスタートで、そ清の水商業後、の監督ですよね、大それ滝さんから、はね。その後、ベイブリッジに参加してくれたり、まあ、高校サッカーで戦ったり、後々、望月さんは、筑波大学に行き、もしくは我々は、駒沢大学プロジェクトで、で、彼が4年生の時には、駒沢と筑波大学の、大学選手権の決勝戦だったり、何かとずっと縁があるんですね。もう一つは、やっぱりヴェルディの監督時代も、付き合いがあり、皆さん視聴者の方は知らないかもしれないけど、望月重良さん、それから大岩剛さん、平野隆さんっていう、この、表彰3人トリオが、グランパスでちょっといじめられていくわけね。なんかなん問題であいりじまめしられたよなね。かった？事件がありましたよ、そうなんそうかね。そうそう。でね、それはなぜかっていうとね、まあ、僕はしげちゃんって呼ぶんだけど、僕がグランパスとヴェルディの若手のサテライトゲームを、名古屋であったゲームを見に行った。そしたらしげちゃんが、もうゴーちゃんも、まあ、お岩さんも、平野くんも、みんな、我々親しいから、見て、トップチームの選手だから来なくていいんだけど、みんな見に行って。で、終わったら、しげちゃんが僕を送ってくれたわけ。ラウンドクルーザーかなんか。で、相手チームのグランパスの監督もまあ見に来てて、田中さんっていう監督なんだけども、知ってそまこす。から大体トラブルが始まっていくんです。なんだい？うちの選手がグランパス、ヴェルディの監督を乗せていくなんておかしいじゃねえかみたいに、やきもちを焼いたのかもしれない。マジですか？そんそなこはこん引っな掛けがあっるんですか？て、いや、そこがきっかけは、だから高校時代からのきっかけで、トまあラそうブっですたよのね。は多分そこがきっかけで。なるほどそうね。ですよね、じゃないですよ。まあ、そういう縁です。で、選手時代もお互いに敵同士になっちゃって戦ってたりしてるから、ずっと縁は続いてるんですよ。で、SC 相模原から立ち上げて、県リーグの一部からやるから、まさに僕ねえ、ら本当すごかったですのよね。トライスターの時代とちょっと似てる部分もあって、でも似てるっちゃ失礼だけど、彼は自分でお金の工面から全てやってきてるわけで、すごいですよ、やっぱだり。それはそれで大変なのと、で、僕は僕で、いろんなことで何か力貸せないかななんて思ってたり、まあ、ずっと続いてるんですよ。で、今回のブラジルの話は、去年の12月にみんなでご飯食べて、忘年会ですね。忘年会。望月会長がですね、ブラジル行きましょうって言って、そこの誘われた時からの始まり。12月の10日ぐらいです、この企画。ブラジル行きましょう。ちょっと紹興酒を飲みすぎましたね、その時。で、ポロッと言っちゃったもんだから。今回、だから、フェイスブックから見たら、ね、フルミネーゼに、望月さん行かれたりとかね、いろいろ、精力的に動かれてますね、やっぱりね。これなんかもう話せるな、範囲でいいんですけども、何を次考えられてるんですか？もう SC 相模原を、まあ、一本立ちさせた後に、何を考えられてるんですかね、今ね。そうですね。まあ、最初に田崎さんお久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。2チャンネルよく見てます。ありがとうございます。で、今回、まあ、SC 相模原が、
まあ、一段落、僕の仕事としては一段落したので、うん、じゃあ次何をやろうかっていうふうに考えたときに、まあ、ずっと J リーグで国内でやってたわけじゃないですか。やっぱサッカーってグローバルのものだと思いますし、はい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 、ちょっとこう世界を見てみたいなっていう好奇心のところで、ちょっと選手だったり、もしくはその国のサッカーだったり、なんかそういうものが少しこう自分の中で、まあ、ビジネスにつなげること、もしくはネットワークにつなげることっていうところで、ちょっとこうブラジルに来たというか。その方は、その一緒に行く相手がリーさんっていうのは、落ち着きさん、リーさんでよかったんですか？伸びすぎたの。忘年会で、まあ、リーさんと、もう気に入ってくれて、僕のことを。じゃあ、石井相模原終わったら何やるんだみたいな感じで。実はこういうことを考えているんですよと。その中で、年を明けたら、ブラジルに行こうと思ってるんですなんて話をしたんですよ。じゃあ、リーさん、ちょっと一緒に行きますかっていうふうに、まあ、冗談9割、本当に1割みたいな感じで、まあ、でも行く行くっていう感じで、じゃあ、せっかくだったら、はいはい、まあ、みんなで行った方が、ね、楽しいですし、またこう、いろんなこう刺激を受けるというか、やっぱ外に出ていくことって大事じゃないですか。間違いないです。そんな感じで、はい。で、今、ここにいます。これ、望月さんって、ブラジルっていうのは、選手時代も多分行かれてますよね。もう8回目なんですよ。8回目。今回、久しぶりですか、じゃあ、でも。10年ぶりです、10年ぶりです。おー、結構です、じゃあね。そうですね。まあ、もちろんチームをやっていたので。行けないですよ、なかなか、ね。はい。なかなか行けないし、あと。経営していたので。はい、はい。はい、で、ブラジル、助っ人が大事になるじゃないですか。助っ人どうするかって。で、僕はやっぱブラジルっていうものに、すごく昔から、やっぱ助っ人イコールブラジル人だよなっていうのがなんか、はいはいはい、そうですよね。で、やっぱり自分の目で見て、取りに行きたいなっていうところで、まあ、SC 相模原を運営してるときに、何度かブラジルまで行って、選手を見て、まあ、取ってきたっていう、ことをやってました。それが10年前だ。ああ、なるほどね。はい。これ、リーさんは何年ぶりですか、ブラジル。24年ぶりです。3度目です。3度目。これ、まあ、どっから突っ込めばいいですけど、僕、やっぱフェイスブック見たときにフルミネンセ行かれたじゃないですか。二人がフルミネンセ行かれてて、フルミネンセ、僕実は行ったことないんですけども、これやっぱり、感じるとこありましたか、まあ、ブラジルのリオでもすごく歴史のあるクラブですよね、フルミネンセっていうのはね。リーさん、どう感じました？まあ、プロの施設としては、まあ、十分よくできてるかな。じゃあ、バイエルンミュンヘンと比べたらどうなのか。やっぱりバイエルンミュンヘンのクラブハウスの方がよくできてるっていう感じ。よくできてますよ。じゃあ、ベルディと比べたらどうなのって言ったら、やはりフルミネンセがよくできてる。あ、そうですか、やっぱり。はいはいはい。バイルンと比べたらどうなのっていう。やっぱりこう、比べていく面白さっていう表現で言うと、まあよくできてね。インタビュールームもあったりね。よくできてる。こんな感じ。望月さんどうですか？相模原も経営されてて、実際自分でもクラブやられてましたけど、フルミネンセとかって見て、対比でどんな感じ、どういう具合に思われました？まあ、歴史ありますよね。そうですけど、まあ、まあ、ビッグクラブですよね。まあ、リオの四大クラブの一つですから。もちろんそうです。はい。もちろん歴史もありますし。やっぱそのブラジルサッカーをリードしてきたクラブの一つだなっていうのは感じますね。あれ見たら、フレッジがやってるんですね、今ね。元フレソン、セレソンのね。スポーツダイレクター。ねえ。あれもいいことですよね。で、本来は、ベースを見に行こうとしたんですよ。ただ、まあ、午前中だったんですけど、まあ、トップも練習してるからっていうところで、じゃあトップを見に行こうって施設行ったんですよ。もちろん今はね、トップの選手たち、元祖とか、まあ、いろいろ有名な選手。元祖いますからね、今ね。いる中で、やっぱり、
目を引くのはやっぱ若手選手ですよね、その中で。才能ある選手が、まあ、もちろん、うん、学生をやって、まあ、B チームとかにいるんですけど、うん、すごくこう才能、まあ、10代で一緒にそういう元祖たちとやったり、じゃあ元祖たち、まあ、ベテランの選手、いい選手が抜けたら、もう次が彼らの、その舞台になってくるわけじゃないですか。そういう循環っていうものがすごくうまくできてるなっていうのは、紅白戦だったり練習見てもすごく感じましたね。まあ、リーさん、ガラナはいいですけど、まだ浅いですもん、そっちね。ガラナうまいね、ブラジル。あれ、やっぱり、その、まあ、ブラジル、僕もまあ、先月ブラジルから帰ってきたばっかりですけど、まあ、結構、なんていうかな、ミラソみたいな、ちっちゃいクラブでも、本当にたまに、え、こんな選手いるのみたいなのが、ブラジルっていつも発見があるんですけども、やっぱフルミネンスも、まあ、トップはもちろんトップのチームですけど、やっぱその下にも、若手にも、どんどんいい選手いましたか、リーさん、やっぱり。うん、19歳でね、うん。僕がお金があったら、日本に連れてきちゃおうかなと思った子はいたね。リーさんいつも選手の値段つけるじゃないですか。なお、どれぐらいの価値の選手ですか、例えば。5ミリオンつけるんですね。5億円だって。5億円じゃダメかって言ったの。1億円じゃダメかって言ったら。ダメ5億。もう5億ついてる、5億ついてるってことですね、選手か。で、なんか、そうやってこう選手を見ていく文化がこっちにはあるんで、やっぱ文化的な違いも含めて、日本が悪いわけじゃないけど、日本っていうのはやっぱりちゃんと学校教育を受けて、大学まで行くなんていう文化があるけど、ブラジルの子供たちっていうのは学校にチャンスが少ない子たちが多いから、その動機づけとしてサッカーに打ち込むことが、自分の成功物語のスタートになる。それを応援していこうじゃないかという、また仕組みがよくできてて、よくできてる感じだなと思って、もう12歳の子からプロジェクト始まっちゃってるから。だから、12歳の子から、まあ、いわゆる囲い込みをして、親子を含めて面倒を見て、で、君たち成功するんだよ、というところがまずブラジルの文化で。日本だと、何やってんの、サッカーばっかやってなくてね、学校どうすんのという文化だから、これはどっちがいいか悪いかはわからないけど、改めて強烈にその印象、受けましたね。この話しちゃっていいです、昨日の話。でね、彼はね、今回、後で写真送りますけど、こちらのリオの大きな代理人事務所と、望月くんが一緒になって、その子供たちのプロジェクトをスタートした日なんですよ。で、12歳から20歳までの子たちを、今40人ぐらい抱えてるんだけど、それをさらにインターナショナルで、まあ日本もそうだし、いろんな国からも、ブラジルに来て、我々が応援しますよと、お手伝いしますよと、成功物語。そういう気の儀式があったんですよ。だから今日本人リラックスしちゃってるわけ。まで、非常に緊張してる。海行こうよって言ったら行かないし。体調悪くしちゃいけません。危ないですから。だから昨日、実はその儀式が終わって、一段落して、彼が言ったんだ、リーチャンネルやりましょうって。これ、でも、望月さんのこの新しいプロジェクト、全然誰も知らないですよね。報じられてないですもんね、全くね。だから、昨日からインタビューをちゃんと受けて、もうブラジル中にはもう配信されてるんですよ。あ、なるほどね。はい。もう配信されてます。だから、彼にはいろんなとこから問い合わせが来てたり、それから今後、来週に日本の方、こちらに、リオに在住の日本の方が、彼にインタビューを受けして、またこれを日本向けに配信していくというやり方なんです。これ、望月さん、クラブを買うんじゃなくて、やっぱりそのいろんなクラブに、はい、そのクラブを買うわけじゃないですよね、今回はね。まあ、選手を育てる、そのサポート、もしくは、キャリアマネジメントというか、この選手はこういうふうになったら、まあ、要はヨーロッパで、移籍できますよねとか、日本に行けますよねって、もう小さい時からそういう、その、我々がどういう道筋を、作るかっていうものを、まあ話しながら選手を作り上げていく、その、まあ一つのプロジェクト、サポートっていうものを今回、やろうと思い、ブラジルに来ました。
これでも12歳から、12歳からで言うとなかなか契約書は結べないわけですよね、やっぱりね。プロ契約ではできないですよね。結んですけど、はい、プロ契約はできないですよね。そうです、そうです、そうです。はい。うん、でとにかく、鈴木さんが、うん、足長おじさんをやるわけ。うん。要するにお金を出すってこと。うん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 、そういう話ですね。これでもブラジルってやっぱりもともとその早い復帰なんかもそうですけども、早い段階でもうヨーロッパに連れて行って、でまあブラジルのがいつも問題になってるのが、ブラジルのリズムを学ぶ前にヨーロッパに行っちゃってるという話があるんですけども、望月さんってその若い選手を、まあ、あのヨーロッパに連れていく、日本に連れていくっていうことが目的ではない、それだけが目的じゃないってことですか。そうですね、まあ、その選手の、まあ、才能ある選手を開花させる、うんっていうところですよね、うん、シンプルに言うと、うんうんうん、先ほど言ったようにやっぱり生活も難しい中、練習場に行きたくてもバス賃がないとか、なよくない、そうですね、はい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 、まあ、そういったところで何かこうサポートできて、選手が一花咲かせるサポートができればいいかなっていうところで、うんうんうん、で先ほど言ったように、うん、やっぱりサッカーイコール僕ブラジルベースですから、僕の中でまあ、ヨーロッパではなく、うん、なんかこのサッカーの本質みたいなものがやっぱこの国にはあると思うので、うん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 、それも含めて、まあ、ブラジルで何かこうやりたいなっていうのを思ったところですね、うんうん、いや今後は日本からも例えばヨーロッパからもブラジルに集めるっていう感じなんですか。でブラジルのクラブに入れていくって感じですか、やっぱり、うん、ありますね、はい、そのパターンも、うんもちろん才能あるプレイヤーです。そっか、でもそれってでもなんか本当にみんながやってないけど面白そうですよね、やっぱりね。いや、ブラジルではやってんだろうし、うん、ヨーロッパではやってんだろう。今回日本の望月重雄氏になる人物がこれに関わったっていうのは、うん、何か起きますよね。何もないよりは何か起きていく、うんうんうん、スタートを切ったってだけですよ。面白いでしょうね。ちょっと僕はほとんど絡みません。それからもう一つはね、昨日トーレスと、ブランパスにいたトーレスと会って、トーレスの息子の方ですよね。はいはい、あ、息子さん。息子です、それだね。いやっつったら、随分髪の毛が白くなりましたねって言うから、うん、ああ、覚えてんだ、ちゃんとっていう感じでね。なかなかの人物でしたけどね。だから、今のところ、これかなと。で、明日ね、マラカナンのスタジアムで、バストガムと、バスタガムあと、フルメンゴ。フラメンゴの試合見るの。そんなに入るんだっけ。いやいや、だってもうダービーじゃないですか。リオで一番盛り上がるカードですか。いや、だから、赤いシャツ着ていくなとか、今からみんな言ってるわけ、いろんなこと。まあ、そうですよ。だから、どっちかに入っちゃって、あさってもう一回やると、うん、この番組をね、うん、映像撮ってくるけど、知らない、なんていうかね、サッカー好きにとってはね、すごいいいことだな。俺、こんなことしてていいのかなと思うわ。まあ、そんな感じですよ。マラカナンは、マラカナンはね、すごい雰囲気いいですからね。僕も何回も行きましたけど、はい。やっぱり。最高の場所ですよね、やっぱりね、いろんな意味でね。望月さん、10年ぶりのブラジル、変化ありました？僕はリオ初めてだったんで。あ、そうなんですか。はいはいはい。はい。まあ、サンパウロとか、うん、まあ、いろんな地方というか、うん、まあ、行ったことあったんですけど、うん、初めてこう、うん、リオに来て、うんうん、まあ、まずはビーチですよね。うん、まだ行ってないんだよ、ビーチ。怖がって、車で行ってた。車で走ってる時、僕なんかちゃんともう海に入ってるからね。まあ、先ほどリーさんも言ったんですけど、やっぱ来ればもう生活がサッカーですから、うん、そうなんですよ、サッカー人、サッカーの、サッカーの好きな人間はたまんないですよね。うん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 、うん、あと肉好きね、肉好き、うんうん、おいしいね、肉、うん、よかった。うん、よかった。でも今回ちょっとその冗談なんですけど、うん、あのリーさんを誘った時に、まあリーさんっていろんな視点とかを考えて持ってるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい、この人がブラジルのサッカーをまあじっくり見たら、う
どんなことを思うのかなっていうのが、僕個人的にもすごく興味があって、もちろんプロフェッショナルっていうものに対しての厳しいのですから、はいはいはい。そういったブラジルに来て、選手だったり、まあ、関わる人だったり、まあ、どんなふうに見えたのかなっていうのが、まあ、もう終わってから聞く話ですけど、それも一つ興味があって、はい。で、昨日面白い人だってね、面白い人が、ポルトガルから帰ってきた人と、ブラジルの違いは何か教えてやろうかって言うから、何って言ったら、ポルトガルは食事をして終わったら、食べ終わったら、はい、さよならって帰っちゃうんですって。ブラジルは、僕らも終わったのにまだ帰んないのっていうぐらい、ずっと喋ってるわけ。みんなさ、同じグループよ。ね、これ、いつ終わるの、うん、そうやって問いかけたら、リーさん、ポルトガルは食べたらすぐ帰っちゃう。うん、つまり、我々サッカーをやってる人は、その国の文化を知らなきゃいけませんねって僕に言うから、またすごいね。そしたらそいつは17歳以下のブラジル代表で、アメリカでも仕事し、アラブでも、サウジアラビアでも仕事して、で、今ポルトガルに在住してるんだけど、なかなか面白い人がいましたね。プロフェッサー。サウジで仕事してた時か、サウジのオーナーが来て、あいつ帰ろうって来たんです。おい、お前。あいつ帰ろう。嫌だって言ったんですよ。嫌だって知らん顔して。そしたら、そいつ、ハットトリックしたらしい。そしたら、帰っちゃったらしくて。だから自分が正しいということを証明していく。つまり、本当にこう、せめぎ合いの面白さってあるんですよ、プロの監督。言うなれば、オーナーの言うこと聞いちゃえば、それ気が楽ですよ。だけど、その彼は、自己主張を通して結果出たでしょ、っていうことを謙虚に言うわけ。それはなかなか面白いやつがいて、サッカーの話僕としてたら、やっぱ気が合うね。明日も一緒に見ようねってことになってる。やっぱいずれにしても、昨日が、望月君の一つのイベントが終了したので、これから我々がサッカーを本当に実際に興奮状態の中の会場でもう一回見るわけですよ。でこれが続き、来週はサンパウロにまた移動して、4日ぐらいサンパウロにいるんで、リーチャンネル、またブラジルシリーズ何回もやれるそうな気がしますよね。ですから、みんな質問コーナーを受けていただきたいのと、なんか俺を悪魔みたいに言わないでさ、なんでみたいなブラジルとか言わないですか。いや、まあね、もうね、なんかね、僕も褒めると思って。でも4日見てリーさん楽しんでますよ、ブラジルを。そうでしょうね。やっぱこういったコミュニケーション能力高いですし、もう誰でもフレンドリーになるんで、誰でも友達になっちゃいますね。みんなアミーゴですか。そうなんですよ。だからサッカーってそういうとこあるじゃないですか、本来はね。で、日本にいるとなかなかみんな、なんか、ちょっと、形式ばってるというか、多分ブラジルに行くともっと楽になりますよね、サッカーっていう言語によってね。ストレートだからね、あるね。あの選手のあのフェイント見たかとかさ、ね、日本であの選手のフェイント見たかとは言わないじゃん。今日どっち勝ったっていう話じゃない。だからやっぱり一つ言葉が多い分、深みがある感じですよね。今のあの競り合い良かったなとかさ、あの強さいいよなとかさ、きっとそういう話題がいっぱいあって、見てるとこがそれぞれいろいろ意見をぶつけ合って、ただね、議論ってさ、勝ち負けじゃないじゃない。みんな楽しんでる感じがする。だから僕はスポーツは三世代論、コミュニケーション、コミュニケーションのツールだっていうのと、やっぱり世界を覗く窓で、やっぱり世界を行ってみないと、ちょっといろんな比べ方ができるっていうこと。だから人作りっていうのは、ブラジルでは、その大人がいっぱい手をかけるよりも、お前たち上がってこいよっていう雰囲気を作り上げていく。だから、非常にこうスマートな子が育つ。フルミネーゼ行った時、15歳の子だもんみんな握手しに来るわけよ。で、選手たちも握手しに来たり、やっぱ愛想いいわけよ。この裏にあるのは僕たちちゃんと買ってくださいよと、ちゃんと見ててくれる。そうですよね。そうですよね。大人びていくってそういうことだと。高校生でそんなことやる子はあまり多くない。望月さんクラスでもやっぱそこじゃなかったですよね、やっぱりね。高校生の時。
ないですね、ないです、ないです。うん、あれちょっと時間も時間なんで、ちょっとまたじゃあ、あの試合終わった後、あ、生のブラジルを感じた後に、ちょっとまたお二人に、もちきさんまた同席していただいて、はい、あ、はい、感想を聞かせてください。マラカナンの興奮をね、はい、なんとかうまく伝えようと思いますんで、うんうん、まあ、リーちゃんがみんな見てくれる、はい、はい。じゃあ、とりあえず今日はありがとうございました。くれぐれも気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。